5分ぐらいになったらやめようかな。ハビゴンいるけど近くにある。あ、いるわいるよ。なんかさ、昨日だっけ、ファンクラブの話って昨日したよね。なんかさ、ツイッターでね、ちょっと欲しい画像があって、自分の名前で調べてその画像探ししてたのよ。なんかそしたらさ、なんかバスツアーやりたいって言ってたんだけどさ、なんかキッコーマン、キッコーマンがなんとかバスツアーみたいな、なんか私キッコーマンなんて言ったっけ、なんだっけかな、なんか私なんか言い間違えちゃったかなと思って。私そう言ったっけ、そう、なんか言ってないよね私。そう、お醤油でもなんか私がなんか言ったみたいな感じ。バスツアーやりたいみたいな、キッコーマンのバスツアーをやりたいって私が言ってるみたいな、なってから、そう、だから聞き間違えちゃったのかなと思って。え、キッコーマンのウーロン茶何の話。聞き間違いだったのかな。え、でもなんかわかんない、なんかそれ何のことだかわかんなくて、私が言ったみたいな感じになってったっぽいから。でもああいうのはなんかそんな多分ああいうのってあんまりいいこと書いてないだろうから、なんかそのわざわざそれをクリックしてみるっていうことはちょっとしてないから、どんな風に言われてるかちょっとわかんないんだけど。本当私は気にしなくて大丈夫なやつ。あ、そうなの、みんなはわかるの、何のことか。なんか不安そう、私がそれを言ったっていう感じの感じになってたから、なんかどんな感じでその中で話が膨らんでいるんだろうと思って不安になっちゃった。あ、でもなんかネタなの。あ、そうなんだ。そのワードを使うことでなんか通じる世界線があるんだね。あ、そう、別にそんな不安がらなくても大丈夫。私ネタなんだ。でもなんかわかんない、詳しくないから、あんま私がそれを言ったみたいな感じで広めないで、やだ。私は純粋に普通にやりたいなって夢を語っただけだから、やめてなんだろう、私は分かんないんだけど何のことだろうと思って。本当大丈夫。まあそれは将来的にやりたいなっていう話だから、ちょっと今はね難しいだろうけど、明日までだね、ファンクラブのやつ。いろいろゲームとかみんなとなんか一緒に楽しめそうな、そういう企画とかもなんか一緒にいろいろなんか考えてくれて提案してくれたりとかしてくれて、そう、なんか一緒に遊ぶみたいな感じのなんかそういう内容になってなるかもあと
あれ、あ、手紙を直筆でお返し したいなってなったんだけど、一回今回分は一回締め切って私が選んで、今日もまた届いたやつをあのマネージャーさんから受け取ったから、それで抽選で選んで私が直筆でお返事を買って書いたら届くという。あ、でも全然定期的にやろうと思ってるこれは。うん、なんかサインもさ、私の感覚だとなんかサイン書きすぎちゃってみんなサイン飽きてるんじゃないかなって思ってたんだけどそうだからなんかもらってる人とかなんかもう、またサインみたいな飽きね思ってるかもしれないなと思って、特にお手紙たくさん書いてくれてたり、私が知っている方とかだとサイン会とかでも当てて多分めっちゃ持ってるよなと思って、そうだからまたサインとかになったら申し訳ないなと思って、そうお手紙もねの方が嬉しいかなと思って。あ、お手紙はね結構マネージャーさんと会う機会多いから、その時にねちょこちょこ持ってきてくれて、欲しい、ほんと嬉しいな、私の親友が考えてくれたいくつ出してもいいの、大歓迎、大好きお手紙。ポスターに際して、あーいいねそれ、なんかそういうのってどうしたらいいんだろうね、だから私物にっていうことになるのかな、いいの書いちゃって、髪型のギャル感すごい好きなんですよ、今日ゆきりんさんが差し入れくれたんだ、私はねなんかゼリーとかフルーツが、豪華なフルーツが乗っているプリンとかクレープみたいなのがあったんだけど、私はバナナクレープを選んだよ、私はこれを選んだ、後でインスタストーリーでみんなに自慢するね。はい、ヌー様ですよ。あ、あれだね、最初の5公演のさチケット今日だよね、今日の23時59分までですよ。なんか不思議な仕組みだよね、その時のその最初の5公演のやつは今日までに買わないと入れないんだって、難しい。そうだね、新しいビジュアルね公開されたよね、もうあの月ちゃんのねビジュアル大好き、月ちゃんはこれからも
ストレートで髪をロングがいいな、下ろした感じにずっとしていてほしい。私もポスター、いや今回の、いや前回のも割と欲しかったけど今回のもっと欲しいな。それはなぜかというとコートを着てるから前の時はドラマの時と同じ格好だったから。私のソロコンの時もそういえばそれでグッズ出してたと思って、持ってるんだよなと思って。そう、そのバージョンで私も欲しいね。前の時はねグッズ全部もらった出演者特権だよ。ポスター欲しいな、よこせって言ってこよジャイアン忍者どこに飾るの？飾らなくてもいいけど、なんか手元に残しておきたい。なんかね飾れたらいいんだけどね。でもあの壁に穴を開けてはいけないから、そう床に立てかけるしかないから。今ね唯一今ペロンって壁に飾っているのは私の今目線の先にあるんだけど、の獣行く細道のポスター。その時発売された時はゲットできなかったんだけど、あのいろいろ探し回って、これはネットじゃなくて、あネットどっちだっけかな、お店とかも結構回って欲しくて欲しくて探し回ってゲットして、それだけ今ねちょっと特殊なちょっと技を使って、そうペローンって貼ってる、それだけ貼ってる今。そう椎名林檎さんとの、そう獣よく細道。ねえ磁石の技知らない。早く家買おう。おー買いたいですね ねあの曲大好き、おしゃれで、どっちのパートも歌えるようになった。でも最近歌ってないから歌詞忘れちゃったかも。そういろいろさお店とかでもなんていうんだ、その中古とかを売ってくれるお店みたいな、そういうのとかに足を運んで探しに行ったりとかしたの。家買う計画ありましたか？今初めて口にした全然計画なんてしてないんだけど。にって何のことかと思ったらそれね、毎日アイドルのことか。映像倉庫の CM リンチ、そうなんであれ使ったんだろう、すごく恥ずかしいんだけど。もうだからこういうみんなでさ、みんなが見れるところでやるのちょっとあれなんだよね。早くファンクラブのに入ってくれてる人しか見れないあの秘密のあの特殊ルート早く入手したいわ。やだー
まさかのサワー CM 起用ファンクラブだけの配信があるの、そうしたいなと思ってるの。もちろんこういう感じでやる時もあるし、なんか何も気にせず好き勝手になんかゆんわりとやりたいなって、今も結構ゆんわりではあるんだけど、そうなんか安心できる環境の中で喋り相手になってほしいなっていう使い分け、使い分け。まあ中身は言えないけど、今日ねマネージャーさんがアップしてくれてたね、ブログ。なんかあれもね、更新したらみんなに通知が行くみたいなことできたらいいよね、あれね。でもそうするとうるさいか。でもなんかどこにもあれまだ出てない情報だったから、え、行っていいんだって思ったんだけど、ちょっと公式の方で出るまで私の方から言わないで。なんかあそこで先行で今度出る番組のなんか情報が出てたいいのかないって、そう8月の X デーにあの番組にね出させてもらいます。1時間おきにチェックしてくれ、え、嬉しい、ありがとう、ごめんね全然まだちょっと探り探りでございます。あーコメント多分みんな承認待ちになってると思うんだけど、でもそれやるとみんな公開になっちゃうから見れてはいるのよ私のところで。でもね結構コメントであんまうーんって見れない方がいいかなってみんながそう言ってくれてたから、公開にはせずに私だけが見れるっていう感じにしようかなと思ってる。見れてる見れてる。涙袋がすごいすごいでしょ、ね、どういうことだろう。でもすごいコンプレックスだったからそうなんか本当に私目のこれ聞くの何度目かと思う人もいると思うけど、なんか本当にすごい目がね、こう見ると二重に見えるんだけど、どうしてこんなに目のこのあれが多いんだろう私って。誰に似たんだ、最近気にならなくなってきたけど。本当？でもこの白目と黒目の比率はほんとね得したなと思ってる多分私白目の割合がすごい少ないんだよね。そうだからそのカラーコンタクトとかしなくても全然いいから、それはほんとお父さんお母さんありがとうっていう感じそうそれは昔からそうラッキーって思ってたそうね、黒目めっちゃ大きいよね私ね。そう個人的にはそうなのね、あのコンタクトをしている人と話すと本当にね、そう可愛いんだけどちょっとね目が回ってしまう私
似合ってる人は似合ってて可愛さが倍増してるけど、私はちょっとあんまりうんいいかなーって、私は大丈夫っていう感じかな。白く最近測ってないから分かんないよ、どうだったろう。目を回してみて、絶対変な顔だった。え、笑ってる、絶対絶対変な顔だったじゃん。やめた。やり目できない。あ、やばい、時間来ちゃった。でもお皿はするね。明日はうん、いやそんな、あれどうだったっけ、ちょっと、いや早起きはしなくて大丈夫だったはず、うん。ブログはあのいろいろやり方とか上げ方、アップロードの仕方とかがやっとつかめたから、そうあのちゃんとしたブログを書こうと思ってる。体調は大丈夫なんだけどね。なんかもうなんかいろいろ関節とかなんかそういうのがだからどうしようもないんだけど、なんかそこがね大変だね。まあしっかりお風呂に入って入ってって私だよね、入るのね。ちゃんとしてなくて、いや私がちゃんとしたの書きたいの。なんか膝とかなんか関節とかなんかこっちがなったら次こっちが痛いみたいな追いかけっこみたいな。そう、それが大変だね。頑張る。さっきなんか変な、なんか出したことない声さっき出して脳がそうなんか台本は来てないんだけど、なんかこういろいろ物語の大体の物語とかちょっとしたこうセリフみたいなものはあの書いてあるから、うん、これどんな感じで言えばいいんだろうと思って、さっきお風呂場であんまり大きな声を出してしまうとちょっと聞こえちゃうかもしれないから、ちょっと閉じこもって閉じこもったところで、そうちょっとやってみようかなと思って試しにちょっとあんま出したことない声を出してみたの。そしたらちょっと言いなくなっちゃった。そう大丈夫かな、どんな感じになるのかな。そうなんかどういう言い回しでどういう感じで言えばいいんだろうと思って、そうちょっと変にちょっと良くないですねこれ。あそうそう役のそうそうそう、ちょっとあれはね全公演あれは無理だなと思ってちょっとやめた。プラン A 却下。だいたい私お風呂場で練習してますね。ちょっとねおさらばします。お城ちゃん、たっちゃんお城建ててくれた？
私のところにしっかりしろ表示されない、ごめんね。たっちゃんだ、たっちゃんありがとう。みっちゃん好きやで、私も好き急に萌え台詞始まった恥ずかしい。いや、こういうのこういうのあんまりあのみんな残さないでね、こういうのはねちょっとやってから後悔した、恥ずかしい。最近こういうのやらないからね、なんかこういうことをやる番組っていうか企画っていうかやってないからね。またね、みんなおやすみじゃあね、切ります。私はね、こう見えてね、今結構ヘトヘトなんですよこう見えてめっちゃもうバテてるの。私早く寝ようと思う。いい夢を。おやすみなさい